諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけだ。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。チャクラが足らん。甘いな。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、ダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、そうだ、ナルト、お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろう、ナルトよ。のう、さすがジライア先生だ。しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。うわ、これでわしの地雷やゴーゲス物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。砂手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや、違う。そうだ、わしは、わしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ、安心してここまで来られた。の、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共に会ったおかげで、わしはここまで歩いて来られた。お前の存在が、わしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散る、の巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語も、もう終わりだ。そろそろ天を置くとしよう。お、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの。そうだな、渦巻きナルト物語。うん、それが